ラジオ。はい、遅く起きた日曜。はい、こんばんは。こんばんは。5月15日。はい。第63回。62回。63回。63回。64回。69。やめろ。ロックってことですよね。そうそうそう。はい、ロックロック。はい。やっぱ69年とかもうロックの年でしたからね。キャロリーやってんですよ、僕たちは。はい。内海さんと。はい。ロックンロールですね。はい。はい、なんか変だった？どうしたんですか？普通でしょ？普通というか、もうむしろナイスって思いましたけどね。お前下待ったるんじゃないか。まあ、内海さんもいないということでね。寂しいね。はい、先週は、うん、先週からなんかずっとさっきも伸び伸びとかしただろ。俺にうっちゃにメールするんだよね。いや、ちょっとさっき伸び伸びっていうのは何のことかよく分かんないですけど。まあ、いつもらなんかいるじゃないゲスト。はい、最近ね、はい、レコーディングでありがたい。先週もめちゃくちゃ喋っていただいて、もう本当嬉しい限りですよね。ねえ、はい、まあ本当だよね。はい、まあ内海さんも、まあ、あのレコーディングでいつも付き合ってもらって、ヒロさんもね、はい、手伝ってもらって、みんな楽しくレコーディングしてるんですが、はい、俺と純平は、はい、大変だよな。そうですね。やっぱレコーディングって録音以外にもいろんな作業がいっぱいあったりとか、ね、なんかやっぱ細かいですよね。でも毎日やってんからね。毎日やってますね。もうでも8曲くらい終わった。まあまあ、もう割と、はい、ね、終わって、で、まあ、もう一曲新曲をね、僕がメロ作って準備は歌詞を書いてくれて、これを今真っ最中ですね、はい、作品の仕上げ。これいい感じになりそうですね。ちょっとやばいよ、はい、ちょっとやばいよ、ちょっとやばいですね、ちょっとやばい。今年はもう来年はなんだ、紅白になってますから。お、いいですね。いや、でもなんかこんなにコロナ続くんだったら、うん、もうずっと制作期間中でもいいんじゃないかと思って。どう思います？もうライブ見通し立たないじゃないですか。だよな。だからもうずっと曲作ってりゃいいんじゃないかって思い始めてきましたね。でもさ、はい、ライブのこのことじゃあれだけど、ライブのは楽だね、はい、曲決めてさ、はい、演奏して歌った方がさ、はい、楽だよな。レコーディング曲できてからそっから数時間かかるんですよ、はい、で数時間、丸一日かかるよな、もっとかかるか。しかもなんか例えばこの歌い回しとかもこれでいいのかってなったりとか、うん、ソロとかもこの1音でいいのかってなって、うん、なんか何回もやり直したりとか。そうだ、本当だ。だからあらを探すわけじゃないけどさ、はい、納得するまでね、自分たちのだからね、はい、やっぱやりたいよね、はい、だからまあ今日も一曲ね、準備と流しようかなんて。そうなんですよ。流しちゃう。そう、冒頭にちょっと言っときましょう。いや、もうこれ後に引っ張りましょう、はい、あえて海に誓うよの最新バージョンですね、うんうん、ちょっとやばいよね。本邦初公開、うん、全宇宙初公開。そう。まあそうだけど、まあミュージシャンが、はい、まあ、キーボードにヒロさん、はい、でギターに内海さん、はい、純平、はい、で俺が歌った、はい、ちょっとやばいよね。ベースは、あれベースは入ってなかったっ。ベースはヒロさんがどうも入れていただいて、ヒロさんのベースでね、うん、前のバージョンもまあもちろんいいんですけれども、うんうん、相当いいぞとは思いますよね。まあアレンジ全然違うからね、はい、キーも下げて、はい、速さも遅くして、はい、なんか大人の感じになりますよね。もう大人だよな、はい、うん、もうでも60過ぎてさ、はい、こういう歌を歌うっていうか、レコーディングが初めてなんだけど、はいはい、初めてっていうか自分のアルバムね、はい、結構真剣になるよね。No. だ今だからできるんじゃないかなと思うよな。あ、でも音楽ってそういうのありますよね、うん、やっぱりその今じゃないとできないとか、綺麗な音にしてさ、はい、前だったらもっと太鼓叩いておかずかっこに入れてとか、はい、ギターこうやってくださいよ、派手にしてみたいな。今回は本当に全員が、はい、全員、はい、全員が全員、はい、全員が全員、おかしいな、はい、まあいい音で、はい、曲を読んでくれて、はい、演奏してくれて、まあ、準備もそうだけど、よく準備できたね。よかったよ、かっこいいよ。あ、でもなんか海は俺も好きだし、うん、歌ってるじゃないですか、うん、だからなんとなくイメージがついたんですよ。だからそういうイメージの共有みたいなの大事じゃないですかね。半ばはほとんど準備が弾いて、はい、あれ、え、半ばか、半ばってなんですか。半ばっていうか歌の中、オーリーが準備だったっけ。オーリーはあんまり弾いてなくて。あ、そうかそうか、あ、それ違う歌だ、はい、間違えた。でいろんな曲数やってるともう頭ごっちゃごちゃになりますよね。そうそう、違う、あ、ずっと弾いてんだ、準備が。そうなんですよ、あれ、ね、これあれですよ、僕もレコーディングで初めて使ったガットギターを、うんうんうん、いいっすね、ガッときますね。どうですか。乗ってるね。乗ってます、うん、今日は。でもね、あれすごいよ、
ヒロさんもさ、はい、パッと聞いて、おいいかっこいいなって言ったもんな、はい、うん、いやで内海さんも前回、いやこの曲いい曲だなって言ってましたよ、言ってたよね、これは言ってた、これはやばいんじゃないですか、でうっちゃんがあの頭のとこで感想とケツだっけ、そうそう、あまあ中もオブリー、そうオブリーはうっちゃんか、はい、そうか、あれオブリーがうっちゃんで、はい、全部がギターが準備か、はい、もう分かってましたもうごちゃごちゃになって、うん、まあまあそんなもうあの、うん、あれですよ、レコーディングばっかりの日々なんで、もうレコーディングの話しかなくなっちゃってますけどね、うん、そうだよな、いや本当でもそれぐらい頭いっぱいで、そうだよね、でこのなんだ、あの収録終わったらまたなんかやるのかもしれないけど、はい、結構耳が痛くなるねこれね、ずっと8時間ぐらいやってると痛くなっちゃう、なるよな、うん、はい、でこの歌さ、はい、あのまあ順平と2人で話して、はい、流すか流さないか迷ったんだけど、はい、流しますか、じゃあじゃあ流しましょうね、はい、これは配信と今年の夏過ぎには、はい、あ発売できるのか、まあ、はい、うん、今年夏無理か、夏秋になっちゃうな、まあ秋になっちゃうかもしれないですけど、まあ、うん、そうですね、うん、なるべく、まあ、レコ発もやりたいなと、うん、その頃には落ち着いてってくれという意味も込めて、うん、秋ぐらいに、はい、特別に流します、はい、では海に誓うよ、海を眺めながら弾みで誓った大事な人よとうなずいて頬を染めてたね、新しい自分にただ戸惑ってこれが本当よ、幸せにきっとなれるよ、天使の微笑み取り得ないけど安らぐお前は振り向けばいつも穏やかな笑顔、言葉はいらないさ、一度だけだよく聞け、離さないよ、姿は必死だし輝いてる、天使の微笑み取り得ないけど安らぐお前は振り向けばいつも穏やかな笑顔、言葉はいらないさ、一度だけだよく聞け、今日から二人 Thank you for youMama, 一
お前を愛してる。はい、どうでしたでしょうかね。今日は特別ですよこれ。いやーこれあの、ね、貴重な貴重なって自分たちで言うのもあれですけど、うんうん、はい、まあ、本邦初公開ということで。そうだね、はい、まあ楽しみにしててください。いやもう期待し、ぜひほとんどもうめちゃくちゃいいの曲ばっかしで、はい、アルバム時代もちょっと自信があります。はい、俺も本当にこれもう引き決めなしで、うん、全部ちゃんと聴けるなっていう。でさ、はい、俺たちの一緒に参加してもらったミュージシャンたちが、はい、みんないいって言ってくれたもんな。いやいいよってな。いや、やっぱりそこは大事ですよね。まあ、照れちゃうな。さすがですよ。発祥。ああ、うん。何求めた今。いや普通の会話だったんですけど。あそう。はい。その八郎忘れちゃうんですよ。でもさ、さすが八郎分かる人あんまいないんだよな。はい、分かる人にはめちゃくちゃ受けてるじゃないですか。新井さんは分かってくれるんだけどさ。はいはい、全然でも分かんない人ポカーンっていう。うん、いや熱いっすね。暑いだろ。ここはい。でさ、暑いといえば。暑いといえば。都内にさ、渓谷あるの知ってる？渓谷。あ、うん、涼しそうな。そう。渓谷どこですか？とどろき渓谷。とどろき世田谷の。はい。渋谷の近くっていうか。近くでもないのか。近くじゃない。駒沢。全然とどろきだから全然違う。カンパチの方。カンパチの方。うん、カンパチとどろきはそう。目黒通りもあそこずっと行って、はい、カンパチのところが茂さん家が近所だね。あ、そっちに住んでらっしゃるんですね、うん、そう。それ言っちゃっていいんですか。あ、ごめんなさい、まあまあ、それぐらいで特定されるはずもないんで大丈夫か。渓谷、うん、もう森ですか。森じゃないけどな。だからもう癒されるね、あれね。ジャボーン、シャラ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 、ジャボーン波かシャラ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 、シュク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 。あ、いいっすね。ね、あ、いいっす。昨日木が風があってプシュ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 、それでなんか一人でボートするのもいいですね。そう、俺がそこで釣りでバーンってやって、はい、おー、シャク釣れたよ。シャク釣れたよ。それ北海道じゃないですか。ここら辺ってそんな釣れるんですかね。アユとかですかね、釣れるとしたら。あー、うーん、だアユっていうか、そうだろうな、川だからね。はい、うん、そうだな、川。はい、あと何だけ、もう一つ、もう一匹、同じような魚。はい、わかります、わかります。あれですよね、あれなんだっけな、アユと、なんか、わかりますよ、同じようなやつ。わかります、わかります。じゃあそれ、はい、それですよね、うんうん、本当釣れるんじゃない。はい、塩原とかさ、はい、俺小さい頃よく行ったんだけど、はい、塩原よく釣れたもんね。あ、いえ、何釣れたんですか。アユ。ああ、それこそアユなんですね。アユと、ニジマス。マス、ニジマス、マスマスマス、ほんと釣れるんだよ。食ったりしたんですか、そのまま。そう、サハラパって切って塩焼き。ほんと話で。あ、いいっすね。ほんと話で。あとはあれ、鮭ね。あ、鮭ほんとに釣れます。鮭釣る、鮭、北海道で。あ、北海道での話ですね。小樽で。小樽訴状のタイミングを狙うってことですか。結構バーンで釣って腹パッて切って、はい、いくらかなんか出したりして、はい、それ持って市場に売りに行くんだよ。いや、そんな原始人みたいな生活してないっすよ。みんな北海道って言ったらそういうイメージあるかもしれないです。純平さん、曲いきましょう。はい、曲、あ、はい、じゃあですね、そんな明るい雰囲気の曲、はい、久しぶりの長須辰巳さんの「あ、今」です。どうぞ。してみたくて真っ昼間の空いた電車に乗った海の見える小高い丘の上のちっぽけな駅で降りてみた。
も一つない広い空を渡る。風の音が心を撫でてゆく。潮の匂いを胸いっぱい吸うと、久しぶりに生きてるって気がした。ああ今、ああ今、俺は幸せなのか。波の音が俺の時の流れ戻してくれる。赤い夕日に染まる海に親父の呼ぶ声が聞こえた。ああ迫る夕闇の中に遠い日の俺が見える。このままでいいのかと問い返す心の声に明日へと踏み出す。ああ今、ああ今、俺は幸せなのか。成長日記。はい、皆さんこんばんは。今日もみゆきの成長してるかどうか日記始めますよ。先週は内海さんと一緒にお話ししましたが、内海さんに頼りっぱなしでちょっとそれがまた好評だったみたいですね。皆さんいつも聞いてくださってありがとうございます。はい、ということで、最近またね、寒暖差の激しい日がありますよね。19度だったり27度でいきなり半袖っていう日があったりと。そこで私は最近暑い時に食べるものといえばということで、アイス食べてます。私が好きなのは懐かしガリガリ君とかパピッ
子とかさっぱりしたアイスが好きですね。昔はあのハーゲンダッツとかレディーボーデンとか高くてなかなか食べれなかったんですけど、それを買ってもらった日は取り合いで大変だったのを覚えてます。まあちょっと大人になったらアイスであんまり食べることなくなりましたけどね。あとアイスには成分量によって4種類に分けられているみたいですよ。皆さんなんかアイス食べることあったらなんて書かれてるか見てみてください。昔からのロングセラー商品もあるので、皆さんはどんなのが好きだったのかな、ぜひ聞いてみたいですね。お便りください。ということで今日はこの辺で、今日は一人でバイバイ。以上、みゆきの成長日記でした。みゆきの成長日記。はい、みゆきの成長に期待したということで、はい、成長してるか成長してないか、はい、コーナーでーす、はい、成長してません、うん、いや、内海さんにこの前は助けられてた感じが、うん、またなんか面白いっていうのは確かに分かります、うん、なんかな、はい、なんか俺と社長結構吹き出しそうになってましたもんね。あの面白かったよね、はい、うん、逆につまんないっていうわけじゃないですけど、逆の逆で面白いみたいなのありましたね、うんうん、はい、じゃあ、はい、お便り。そういえば純平、今日フェンダーの T シャツだね。あ、そうだ、そうなんですよ、これ。まあ何でもないんだけど、後ろ向いたら、うん、でもベースおかっこいい、ベースが3本、最近ベース買っちゃったしな、はい、そうです、ベーシストとしての自覚を持って生活しております。ベーシスト純平、はい、ということで、このうっちゃん一平って言ったでしょ。そうなんですよ、これ言うか言わないか、はい、言うか言わないか迷ってたんですけど、あれだって言われて、うん、あ、多分俺の名前呼びたいんだなと思ってたんですけど、うんうんうん、あのそのまま黙ってたんですよ、うん、そしたら一平かな、あれすればいいからっっ俺はもう迷わずはいと受けちゃった、元気に返事しましたけど、うん、まあいいんです、うん、はい、じゃあお便りいいですか、うん、俺なんかさ、カツアンとかさ言われるんだよ、あれさんに、カツアンティーバックとか言われるんだから、なんかライブ中になんか、うん、うまく言えなかったという噂の、うっちゃんも今井ちゃん、まあ、すいません、はい、はい、お手入れコーナー行きましょう、はい、はい、じゃあフェイスブックより、はい、社長みゆきさん、原さん、うん、お疲れ様です、うん、今回もスペシャルゲストの内海さんを迎えして、はい、とても懐かしい感じで楽しかったです、はい、緊急事態宣言中でも内海さんがスリムなことにびっくり、うん、しかも羨ましくなりました。本当だよな、早く我々の生活が元通りになるためにワクチンが出回ってほしいです。あ、ということでどうかお気をつけてくださいと。いや、本当だね、みんな気をつけようね、はい、もう外に出ない、うん、ワクチンも打った方がいいよ、さっさと、はい、だからこう家で時間潰せることがいっぱいあればいいんですよ。だから皆さんギター弾きましょうという、どうぞ、楽器をやれば時間も潰れるということで、はいはい、音楽やりましょう、はい、はい、で、続いて、長いよ、早くね、あれだあれ、はい、レコーディング頑張ってくださいね、はい、よっちゃんのアルバム早く聴きたいです、うん、なんかキャロル懐かしくなりました、CD 聴こうと、頑張ってくださいね、応援してますということです。僕らもその内海さんと一緒にやってて感化されて、うん、DVD 買っちゃいましたね、買っちゃった、A ちゃんの A ちゃんの40周年ライブということで、うん、かっこいいね、はい、やっぱさすがだね、はい、これ内海さんが出てるということで買ってみたんですけど、うん、いや、かっこよかったですね、革ジャン着て、ふ、うん、わーって思いましたよ。やっぱさ、はい、売れるよね。いや、売れますよ、うん、まあ内海さん出てもらって、まあ、内海さん仲間だけど、やっぱ A ちゃんさすがだよね、はい、歌も素晴らしいし、そのパフォーマンスも素晴らしいじゃないですか、すごい、うん、すごいよ、いや、エンターテイナーですよ、あれは、うん、ジェームス・ディーンは、はい、次、はい、次、はい、行きます、今リザナ・パーン、テネシー・パーン、あー、いいですね、ジョジョ・ア・パーン、はい、次、乗ってくれへーへーだよな、はい、ああいいね、母か、はい、今井さんのそばにいるよ、お母さんとこの母って、いいですね、あ、母じゃないです、
はいはい、はい、の歌が、頭なんだっけ、いつの日にか、そうです、目が覚めるその日に、はい、あの全然違いますなんとなく合ってんの、いやいや、でも社長逆にその才能あると思います、うん、マジ でその替え歌を一瞬で思いつくって、替え歌っつうか、うん、はい、あのメロっていうかさ、詞を覚えないタイプなんで、はい、うん、そうですね、前の質問でありましたもんね、うん、歌詞覚えててすごいですねっつって覚えてないですよっていう話をはい、はい、で続いて、はいはい、ラジオ聞きました、内海さんの話良かったです、うん、よっちゃんもすごい人たちと演奏していますね、うん、ドラムを叩きながらの歌は、大変なんですねと、うん、イーグルスのドン・ヘンリーはデスペラードとか叩きながら歌声最高です、あ、頑張ってください、うん、いや、やりますよ、す僕は叩きながら、はい、今回のレコ発は、はい、うん、はい、楽しみにしてます、そこは叩きながら、はい、順平ドラムどうするって言ったんだよな、はい、まあ、おとといぐらいはちょっと弱気な発言をあ、やります、やります、はい、俺が、うん、はい、怒られるんで、はい、でもし最悪ですよ、うん、最悪当てぶりでどうですか、そうだね、はい、うん、いやダメっす、でもね、はい、いややめるわ、はい、やります、ドラムはやります、はい、はいはい、ということで、はい、以上となります、はい、どんどん皆さん、そんだけ、いや今日はもらってる方ですよ、そっかそっか、いやありがたいですね、そうだね、だから皆さんこれ期待してくれてるってことですよ、うん、いや本当に自信っていうかさ、はい、まあ、初めてなんだけど、はい、まあ、吟味してるっていうかさ、はい、いい作品に仕上げようと思ってるので、はいはい、そうですね、僕らが自信を持って出せるということは、うん、満足していただけるんじゃないかなと、うん、さっきも言ったけど、はい、ミュージシャンたちがすごくいいよって言ってくれてるんで、はい、まあ楽しみにしてもらって、はい、ぜひぜひ配信もしますので、はい、そうなんですよ、また CD も売りますので、はい、徐々にこれは流していくので、全貌が徐々に分かっていくという感じです、はい、最近の流行りの宣伝方法です、ジョジョ、はい、ボビー・コーズベルじゃなくて、うん、あれです、チャララララララッタ、いやあいつですよ、チャララララララ、なんでこう出てこないんだろうね、ウィーアオールアローンだって言うのかな、ボズスキャックス、ボズスキャックス、はい、何笑ったんだよ、思い出せよ、いやいや、なんかもうなんて老人同士でやってるみたいなあのやり取りになっちゃってもうダメですね、ダメです、はい、はい、ということで、はい、まあ、今日はこの辺で終わりたいと思うので、うん、皆さんどうぞ、はい、お体に気をつけてください、はい、ではバイバイ、街を彩る夜景。